銀座弁護士再死殺人事件とは、1956年1月に、日本の東京都中央区銀座で発生した、強盗殺人事件。1956年1月18日午後1時ごろ、東京、銀座の第二東京弁護士会副会長、磯別ねじの自宅で妻の考察隊と大学4年生の、次女の視察隊を帰宅した三女が発見し警察に、急報した。 築地署員が駆けつけ捜査を開始したところ、同期は1階から3階にかけて物色された後で、荒らされており妻はネクタイで考察されており、会下にいた次女は、鋭利な刃物で、胸や肩など8箇所にわたり、刺されており、現金、六方全書、衣類などが盗み出されていることから冤魂ではなく金、目当ての強盗とみて、付近の聞き込み捜査を始めた。その二日後の一月二十日に窃盗などで、 前下二班の男 B が逃亡先の名古屋で警察に自首し、現行犯逮捕された。B は中華飯店で知り合った女性と結婚しようと考えた。だが、自分の給料では結婚などできず、以前で前に行った副会長宅への強盗を計画した。犯行当日、表現館から侵入したところ副会長に発見されたが、なんとかごまかし、副会長は、 葬儀に出かけるところだったので、改めて来るようにと B に伝えて外出した。その後、B は副会長宅に戻り2階にいた妻をネクタイで考察し、金品を盗み出して玄関から出ようとしたところにちょうど帰宅した次女と鉢合わせ。このため B は台所にあった包丁で次女を刺し殺した。B は犯行後の両親の葛釈に耐えかね、警察に自首した。 この事件で妻子を失った磯部は、自分自身が犯罪被害者となったが、私は死刑廃止を支持する。囚人にも親や兄弟がいる。と発言し、死刑廃止を堅持した。これは山市証券代理人弁護士、婦人殺人事件で妻を失い死刑存知派になった弁護士、岡村磯夫と対照的である。1956年11月20日。 東京地裁は B に死刑を言い渡した。B は控訴せず、同年12月5日に死刑が確定し、1960年に死刑が執行された。ありがとうございます。